えー、本日はよろしししくお願いいたまますす株式会社マネーーフォワードの松本本と申します、えー、本日はあこのセッションはですねあの弊社マネーフォワードでの生成 AI の取り組みについてのあ事例について、えー、紹介させていただきたいと思います。はいはいえー、弊社では現在ですねあの生成 AI の活用,活用を注力領域として、えー、経由や検証や導入をあらゆる領域で進めております。 えー、そして生成 AI の活用において Azure アジュールオープン AI サービスですね、はい、こちらはもう弊社の開発にはあ取ってなくてはならないものになりつつあります。えー、本日はそれらの技術をどのように弊社が利用して、えー、弊社が提供しているサービス、えー、特にバックオフィサーズマネーフォワードクラウドです、ね、に適用したのか、えー そしてまた社内での活用も進んでおりますのでそちらにもどのように導入してまた導入に至るまでどのような課題があったのかそしてそれをどのように乗り越えてきたのかま解決してきたのかはいこちらの事例を紹介させていただきたいと思います。でこのセッションは,ですねはいあのこれから生成 AI アジュールオープン AI サービスをまあご活用されようとされている方検討中の方にとってはい一助となれば幸いです。 それではよろしくお願いいたします。はい、えー、本選手はこの流れで進めさせていただきます。はい、最初に、えー、事例に入る前にですね、あのより背景を深く理解していただくために、えー、背景ああ私、えー、会社の背景、えー、プロジェクトの背景などを紹介させていただきます。はい、その後、えー、実際にあのプロダクトとしての取り組みと。 社内での取り組みという点について紹介させていただこうと思います。はいはいはいでまずはい改めまして私はの松本と申します。株式会社マネーフォワードというところでまデータ戦略、データの活用やまあ、生成 a 含めたテクノロジーの適用ですね。はいそちらの推進をしております。はいでエンジニアリングマネージャーとしてまあ取り組みの活用、プロジェクトの推進などを進めております。 で弊社についてです、創業12年になる弊社です、さまざ、あ、まな領域でバックオフィスサーズやなどを展開しております。近年はグローバル化をエンジニアデザイナー領域で進めておりまして、はい、多様なチーム構成で日々プロダクトの開発を進めております。はい、でこちら、弊社のミッションになります。はい お金を前人生をもっと前というものを掲げましてすべての人のお金のプラットフォームになることオープンかつ公正なお金のプラットフォームを構築すること、はい、それで、まあ、それを経て個人や法人すべての方のお金に関する課題を解決するというところを掲げております。さ、はい、さららにににこちらが弊社の主ななビジネス領域りりまます、はい、3つに分類されておりましておし左が オフフィスサーズマネーーォワドドクラウドですはいこちらは s a ー s を提供しておりましてあらゆるあのバックオフィス業務合理化と効率化というものを目指しております。真ん中のえはまあ家計簿アプリですね。こちらは多くの方にご利用いただいているアプリになります。一番右があのマネー・フォワード X というえ呼ばれる領域でえまあ金融機関様とともに、えー バンキンキグアプリやサービスを展開しているというところになります。はい、でこれらの領域で、まあ、ご覧いただくと分かると思いますけどあ,の、はい、あらゆる領域の B2B、B2C 含めてです、ね、サービスを展開させていただいております。はい、で本日の事例はこの法人向けバックオフィスターズの中から紹介させていただきます。はい、それでは本題となりますがバックオフィスターズプロダクトで生成 AI。 をどのようにに組み込んでいたののかそそしてそこにはどのようなものがあったのかどのような課題があったのかという点について説明させていただきます、はい、まず先ほどもしたとおりプロダクトを多数に渡たりますが今回のケースはクラウド契約マネーフォワードクラウド契約というプロダクトに関わるケースになります。はい マネーフォワードクラウド契約について少し補足させていただきますと、えー、皆様、あの業務の中で契約書ですとか、まあ、いろんな契約に接する機会があると思います。えー、マネーフォワードクラウド契約はあそれらに関する負担、えーまあ、する業務ですねあの申請でしたり承認でしたりチェックでしたり、はいまあ、そのあの管理でしたりそういったものをカバーする SARS になります、はいで。こちらのサービスによって、えー まあバックフィスの合理化を進めれるといったものになります。はい。で、えー、まああ、このプロジェクトの概要になります。はい。こちらあの、えー、プレスリリースも打ちまして、そちらの文言から引用しておりますが、あ、まあ、具体的にはですね、契約書の電子化っていうものはあの皆様進められているとは思いますが、あ、電子化された書類の中にある情報ですね。あの証明だったり、何の契約書なんだっけとか。 どこの会社様と締結したものだろうかとそういった情報のデータ情報の登録というのは目視で確認して手で登録されているといったケースがまだあるかと思います今回ですねそちらを AI を用いて読み取ることによって業務を効率化していこうといったすることによって利用していただいている方の有罪ーー体験を向上させようといったものになります。 でまあ、こちら詳細になります、えーまあ、契約書に関する、まあ、プロセスというのは、まあ、このようにあるんですけども、えー、最初の登録ですね作成登録するところにおいて、えー、先ほど申しましたあ入力情報を、えー、速やかに自動的に入力することによってバックオフィスの合理化を図っていくというものになります。はい はい、でこちらがまあさらに細かい処理の流れなんですが、えー、利用されている方は契約書を準備してですね、まあ、スキャンなり、まあ、もともと電子化されているものもありますけど、まあ、そちらのファイルをこのクラウド契約というサービスに登録します、はい、でそこで、付帯情報の業務、えー、登録です、ね、を行うんですがあそ,この、えー、そこの業務の自動化、合理化というところを狙っております。はい でですねまあ、その後、申請だる流れというものがございます。はいで機能としては、まあ,あの割とシンプルなあ分かりやすい狙いかなとは思います。ただ、まあ、このシンプルな機能においても、やはり多くの課題ですね、まあ、生成 AI を用いていく中で、えー、多くの課題がありました。はい はいで、まず一つ目なんですけど、あですね。で、これあのすいません。えー、まあ、ここにこれから挙げる課題はまあ、今となっては既に解決されている。今、まあ、新しいモデルを使えば解決されるということもありますが、はいえー、まあ、何かの下になればというところで、プロジェクトの期間中ですね。発生したところを説明させていただきます。はい、えー。1点目はあのトークン制限ですね。はい、まあ、こちら今だいぶ拡充はされてますけども、あのまあ。 はい、あの契約書というものは複数ページにわたりましてあの種別にもよるんですが日本語ですねあのトークン的には少しこう不利なあ日本語で従来あのほとんどのケース、えー、記載されていることが多く、はいまあ、あの生成 AI の API を利用してする場合トークン制限というものに引っかからないようにと考慮する必要がございました。はい これはまあ想像して、まあ、何十ページにも及ぶ契約書であるとか、まあ、そういったものはなかなかどう取り扱ったものかというところに課題がございました。はい でこれらはあの、はい、先ほど申したとおりトークンの制限ですが、ね、最大トークン数が徐々に拡充されてきたので新しいモデルに乗り換えることによって、えー、徐々に解消していったというところになります。はい、ただ、まあ、新しいモデルを使うということはすなわちコストが変わってくるというところでして、えーまあ、あの商用のサービスとして提供する以上コストとの,のバランスを取る必要性というのはどうしてもございますので、えーまあ、どこまで 許容できるのか、できなければどうするのかといった配点でさらなるチューニングが必要となりました。はい、で、まあ、超,超過というかコストをなるべく圧縮するために先ほど申したような膨大な資料の場合は文書構造を分割して、まあ、文章量をちぎって安価なモデルですね、はい、と組み合わせて全体のコストを圧縮できないかという取り組みを行ったんですが こちらが、まあ、そのシーケンスがどんどん増えていくということになりますので、えー、応答速度ですね読み取って予測して入力すると、えー、そこが非常にいいボトルネックになってサービスとして、まあ、許容できる範囲なのかというところで非常に難しい判断を強いられることになりました。はい、はい でこちらもですね新しいモデルですねトークン数が多くてより安価なモデルというところに乗り換えることによって一定の解決を得たんですがさらにその先ですねレートリミット使用制限ですね API の利用の使用制限というところに直面しました。はい でまあ、我々あのサービスを継続的に安定的に提供する以上、えー、ちょっと使えない状態というのは何とかして回避しないといけないのでこちらの解決策としては複数のリージョンを使うことによって、まあ、レートリミットの全体のキャパシティを上げていこうという、えーまあ、作り込みを行いました。はい ただ当然ながらアプリケーションが多少複雑化しましてあとリージョンですねロケーションが違いますのでレイテンシーの差分ですとかちょっとばらつきみたいなところがあり一つのサービスとして応答速度であるとかレスポンスの確実性みたいなところの管理担保が難しくなってしまったという局面に直面いたしました。はい ででこちらもです、ねはい、あの結局のところ新しいモデル、はいえー、Azure OpenAI サービス GPT4OM にこちらのリリースがありましたので、えーまあ、早くて安価で、はいえー、あのより良いモデルというところに乗り換えることによって先ほど申しました課題はなんとか解決しこのの機能のクラウド契約のこの機能のリリースまで至れましたと。 いうところになります,、はいはいですね、でこちらあの冒頭申しましたあプレスリリース5月に出したものなんですけども、はいえー、こちらで GPT4 アジュールオープン AI サービス GPT4 オムニを用いまして、えー、この AI 自動入力機能というものがあ実現されました、はい、こちらの弊社のあプレスリリースとして発表されておりますのであのご興味あられある方はあのコーポレートサイトからご参照ください といったところです。で、えー、はいで振り返りに入っていきたいと思います。はい、まあ、何度か申しましたが、まあ一番有効だった手立てっていうのは、あ新しいモデルですね。あのリリースされた新しいモデルにすぐ乗り換えることっていうのが、まあ結果としてはあ一番有効な打ち手だったというところをまあ、振り返りとしてはいあげております。はい。 はい、ただし、えーまあ、その皆様ご存じだとは思いますがあのモデル切り替えますって言ってすぐ即座に切り替えれるっていうものはなかなか難しいと思いますので、えーまあ、このプロジェクトにおいてなぜこれらの対応ができてモデルを乗り換え続けられたのかといったところを、えーまあ、プロジェクトを通じて振り返りましたので、まあ、その知見というか経験を共有させていただきたいと思います。はい、えー まあ大きなところでいうとこの3つの仕組みができてプロジェクトを進める上できちんと稼働していたからだということを分析して評価しております。はい、1つ目はモデルをこちら実際に切り替えていくどのように素早く切り替えていくのかという点でこちらが稼働していたと2つ目が切り替えたモデルをどのように評価するのか、はい、でこれ繰り返しあ大事なことが継続的に評価するのか。 っていうところになります。はい。で三つ目があの先ほど申しましたが、あはいモデルを切り替えると当然コストが変わってきますので、えー、そちらをどのように評価というか、まあ,あプランニングしていくのかというところ、プランニングしていくための仕組みというところですね。はい。ではちょっと、えー、こちらの詳細も説明させていただきます。はい。まずモデルを高速に切り替えるための備えですけども、はい。えー、まあ、繰り返しですけど新しいモデルっていうのはやはり えー、良いといいいとととううか、まあ、有用なものが多いというところです、はい、でただしこれらがすごい蜜月合にあのアプリケーションというか、まあ、システムに組み込まれている場合変更が容易にできないという事態はまあ容易に想像できますのでこのプロジェクトにおいてはです、ねまあ、変動的な部分ですねあのモデルの名前でしたりとかパラメータプロンプトとかは、えーまあ、なるべく着脱可能と、まあ、変更できるように 徹底的に分離して別ファイルですとか、まあはいえー、管理しておきましたというところです。はい、なので、まあ、これから始められるあの生成 AI の活用に取り組まれる方に、えー、向けてはあ基本的にはモデルというものは日々新しくなっていくので、えー、差し替わる、突然,突然変わる、はい、前提で進められるのがあ良いのではないかと思います。はい、でまたあとそれあの やっぱアプリケーションというのは進化していきますので、まあ、気がつけば見つけづらになっていたりとか、まあ、そういったところもありますのでレビューなどの観点で、まあ、この高速に切り替える状態を維持しているかというところにの観点を持つのもままた良いいかと思います、はい、で2つ目ですねこれがまあ何なら一番大事かもしれないですけどモデルをあの繰り返し同条件で正しく定量的に評価する。 ととということが非常に大事だなとプロジェクトを通じじて感じました、はい、新しいモデルはがリリースされて、まあ、いいらしいがああ本当にいいのだろうかあのプロアプリケーションの特性とかサービスによっても、まあ、いい悪いっていうのはああなかなか判断が難しいところだと思いますのでその判断です、ね、が必ずできる、まあ、正しくできるような軸と方法を備えておくというところが非常に大事かと思います。はい でそのためにはですね、まあ、あの正解データですねこれが期待される値期待される入力と期待される出力でそして実際どうそれがどうだったのかというのをどのように評価するのか、はい、そういったものはあらかじめ定めて、まあ、同じ手法同じ軸同じ目線で繰り返し評価することが可能に準備しておくといったところが大事寛容かなと思います。はい で3つ目はまあコストに関するお話です。はいまあ、変えモデルの制度が変えれる実現できる変更は実現できる制度はいいでその次の意思決定として必要な情報、まああのいくらなのかというところだと思います。はい、こちらに関してはその見積もる材料ですね予測する材料っていうものがないと、まあ、過去のデー,データをもとに未来を予測すると。 いうところが必要になってきますので必ずローデータですねインプットアウトプットや、まあ、付帯するトークンプロンプトそれらを必ず保管して未来に備えるようにしておきましょうというところになります。はいはい、繰り返しになりますけども、はい、こちらの3つの仕組みというか対応ですね、はい、ができていたことによって、まあ、先ほど を挙げさせてていいいただいたただ何点かかのの課題ととうものがクリアできたかなと振りり返っておりますポイントとしては継続的に変更が発生するものですね発生するのでどのように切り替えるのか評価するのか見積もるのか、はい、そういったものを継続的に高速にしていく仕組みというのがこと生成 AI を利用したアプリケーションシステムサービスにおいては重要ではないかと思います。 ます。というところです。はい。はいで、以上があのクラウド契約に関するケースになります。えー、続きまして、あの社内業務ですね。社内でも生成 AI の活用を進んでおりますので、えー、そちらに関する事例紹介と課題を紹介させていただきます。はい、いまあ、先ほど申しました。通り、えー、まあ、多く多くのまあ、複数のプロダクトを運営しております。弊社ですね。はいで、そこにおいては当然課題がございまして。 えーまあ、プロダクトのマニュアルもそうですし、仕様ですとか、あと運営していく上でのナレッジですね、はい、それがあ、まあ、蓄積はされておりますし、かつ、まあ、高速に開発を進めておりますので、日々アップデートされておりますと、はい、でこれらの情報はあの、えー、利用者にとって、またわれわれにとってもすごく有用なので、えー、合理的に活用できないかという点の課題が上がり、どのように解決すべきか。 という点で、えー、議論を進めました、はいはい、ただし、まあ、あの皆様あ、まあ、近しい状況の方もいらっしゃるとは思いますがあー情報す会社内にある情報ですね、まあ、公開されている情報社内の情報を含めて、まあ、多くのフォーマットですとかあバリエーションがあるというのは想像に難くないかと思います。えー、例としてですねこちらあの弊社のサポートサイトというものです。はいえー、具体的には あまあ左側が弊社のまあプロダクトが並んでおるんですがあそれらのプロダクトの利用方法ですとかあえまあ各あ知っておいた方がいいポイントですとかまあそういったものがあまとまっているサイトになりますはいでまあご覧のようにあの多くのプロダクトの情報が詰まっているサイトですはいで申しました通りその他にもえいろんな形でデータっていうのはあ残って 保存さされれてて、まあ、ごとに活用されております、はい、でこれらを、まあ、ファイルをすべて、えー、同じフォーマットにすべてアップデートしていくっていうのは現実的ではないので、えーまあ、インターフェースを揃えて、えー、合理的に挨拶あ、アクセスできるようにしていこうとでそのインターフェースとしてはあのチャットボットの形ですね、えー、こちらが最適ではないのかという議論を経て、えーまあ、社内向けチャットボットですね、はい、そちらを作っていくと。 ということになりました、はいはい、でこちらが、まあ、アーキテクチャというか、まあ、処理の概要なんですけども、まあ、左側ですね、はい、あの先ほど申しました通おり複数の情報源をもとにして1、えー、つのデータベースに集約して、えーまあ、インタラクティブに応答を返せるようにしていくというものになります。はい、でこちらは、えー、あの回答の生成だけではなくてですねあの入力値の類推ですとか 文章のサマライズですとか、まあ、そういったあり得る箇所で、えー、Azure OpenAI サービス GPT を使っております。はいはい、こちらも、えー、割と多くのプロセスを含む複雑なアプリケーションにはなったのですがあ実用化まで、えー、多くの課題が、はい、ございました。はい、で一つ目が、えーまあ、ドキュメントを登録したもののあ、まあ、正しい えー、答えがなかなか出してくれないと、まあ、あちょっと的外れなあ返答もしてしまうというところがありました、はい、でこちらはそのプロンプトのチューニングですとかあ、まあ、入力値パラメータなどいろいろな施策を試したのですが結果として一番大事なのはデータそのものの精度、まあ、いかにきれいなデータになっているかというとと必要な量が存在しているのかと。 いったたとととこころろは一番大事、大事とまあ、制度の向上にに寄与したというところになります。例えばですけどその文書の中で決まりきった文言ですとかあーユーザーが欲しいものではない必ずしもない情報ですねそちらをこれも Azure OpenAI サービスを利用してですけど、えー、削ぎ落としてより洗練された情報にしていくというところで一定の効果を得ました。はい で続きましてあの申しましたとおり複数,の複数回1プロセスの中で、えー、API をコールしますので、まあ、当然ながらあ時間はかかりますとでそれはあの制,度制度を維持するためには必要な時間なので、えーまあ、チューニングの余地というのはほぼないという状態でしたでここは、まあ、UX の工夫ですね、まあ、どの今どのようにあなたの入力値に対してユーザーの方です、ね、どのような処理をしてどのように認識して今どのようなプロセスを動かしているか とまあ、適切な流度で通知することによって、まあ、ユーザーザ体系を何とか担保しましまた、はい、で先ほど申しましたデータの精度で、まあ、一定の向上は見たんですが、まあ、やはり実,務実用化ってなると動くものを作るというのを超えたさらなる品質が求められますのでそちらに対する備えをする必要がございました。 はい、でこちらで有用な施策とはしましては、生成結果ですね、はい、そちらに対して質問者がどのように評価したかというものを、えー、必ず集めるようにいたしました、はい。で、こちらで集めた正解データをもとにですね、えーまあ、可視化ですね、ダッシュボード化ですとか、あー正解、不正解、えー、間違ってはいないが、 ドキュメントが足りないそれらのステータスをです、ね、まとめて一覧化することによってボトルネックが特定でできましたとというところです、はい、具体的にはそのやはりどうしてもデータの登録っていうのはムラムラというかあばらつきが出てきますのでこの機能が得意な分野不得意な分野あというのとあと、まあ、プロンプトのチューニングでもありますけどあの本来答えれるけど答えれなかったのはなぜなのかと。 はい、そういったところの分析を進めてままいりました、はい、でこちらさらにあの各プロセスの中でですねどこがボトルネックなのかあのインプットが悪いのかアウトプットが悪いのかはたまたその間のプロセスが悪いのかといったところを特定する必要がありますのでこちら、まあ、あのツールなどを用いて、えー、ビジュアライズとして、えーま、仮説をもとに検証を繰り返すといったことを行いました。はい、はい でこれらのケースに関してですね、はいまあ、生成 AI あ、まあ、応答は素晴らしいものがあるんですけれども、まあ、個別のユースケースに即して、えー、実装した場合、まあ、いきなり素晴らしいものができればそれに越したことはないんですがあ,、まあ、あらゆるシチュエーションにおいて制、えー、度改善と。 いいうものは求められるかなと思います、はい、で,、えー、でデータ収集ですねあの先ほど申したあいろいろな施策があるんですけども、まあ、それらの継続改善を継続的に行うために何をすべきかということを意思決定する必要がございますとで当然ながらですけど意思決定のためにはあ判断材料が必要でそれはデータ量やあの先ほど申したフィードバックそういったものをきちんと蓄積して見える化しておくと。 いうことが大ただし、まあ、データ必要なデータって何だっけっていうのはあー、まあ、ユースケースによって異なりますので、えーまあ、必要なものをきちんと洗い出してでそしてそのデータは取れるのかあ取れないならどのようにしたら取れるのかあどのような頻度で取得するのが適切なのかと、まあ、踏み込んでですね実際に取れるのかっていうところまで思いを巡らせて 作戦というか、まあ、事前に備えておくというところが大事かなと思います、はいはいはい、では、えー、最後にこの2つですね社外プロダクトと社内プロダクトを、えー、通じて、えーまあ、得た知見になります、はい、繰り返しになる部分もありますが、はいえー、まず最初の事例から分かったことですね、はい、あのモデル、まあ、もう昨今もですけどモデルの進化 と新しいモデルというものはすさまじい勢いで進んでおりますのでそれらの変化にどう対応していくのかというのをプロジェクト、まあ、その取り組みの当初から念頭に置いてこの先起こることというところに対して備えておくことが必要かと思います、はい、で2つ目は制度面ですねあの改善というのは、まあ、一般的なアプリケーション以上に必要ではないかとあの私は考えています。はい えーまあ、動くことがゴールではないというのが非常にいいこの生成 AI を利用したアプリケーションの特徴かなと思いますので、えーまあ動,かなえー、動くけど精度が出ない場合もっと改善の余地がある場合というものに対する備えというのをあらかじめ計画しておく必要がございますと、はい、でこちらの対応が後手になると、まあ、全体的に計画も立ち行かなくなり、はいえー なかなかプロジェクトの管理として難しい局面に直面せざるを得ない状況になるかなと思います。そのために必要な要件ですとか、まリソースですとか、先ほど申したツールの選定とか、そちらを事前に行い、まあ意思決定を正しく行える状況を作っていくというところがま特に大事かなというところです。はい。 3番目ですねはいあのまあ多くの関係者ステークホルダーを含めて、えーまあ、推進していくことがあ必要かなと思います。はい、でこちらあの制度面のとこですね、はい、繰り返し評価するっていうところでも申しましたけど多くのステークホルダーと同じようなあ軸観点で、えー、共通認識を持った定量的な評価を行うためには モニタリングでできる仕組みですね、まあ、必要な判断材料を誰もが見える状態にしておくというところが非常に大事かなと思います。と、はいまあ、いうところはこの正しい意思決定というところがなくしてはなし得ないと思いますので、まあ、特に最後に強調させていただきました。はい はいでは最後にですねはいあのいろいろと課題は紹介しましたがあその生成 AI、Azure Open AI サービス GPT を利用したあプロジェクト開発というのはあの私のエンジニアリングのキャリアにおいても非常にはいあのエキサイティングでまあ、楽しいものだとは思いますはい、えー、これから弊社ですねあの Azure Open AI サービスを利用して、えー 新たなチャレンジをまた継続して続けていきたいと思いますので。はい、あの関係される方ははい。あの引き続きよろしくお願いいたします。はい。はい、それでは私のセッションは以上になります。はい、えー、皆様、どうもご清聴いただきありがとうございました。